予報通りに雪が降ってます。湿り雪が降ってます。湿り雪、キちゃん、キちゃん、味見をしてみようかな。これにしよう。ちっちゃいの。せっかく麺取りしたのに崩れてます。まあいいか。よいしょ。味見。まずこんにゃく味染みてるかな。うん。うん。おいしい。うん。うん。ほう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 。あばよ。あ。胃袋に染み渡ります。いや、なんかちょっと下手くそな煮物ですが、ちょっと煮崩れしましたが美味しいです。完成。新しい砂糖入れを買いました。日本製です。かわいい。新しいシュガーポット。かわいいですね。
なと思って、よいしょ、ちょっとね、ちょっと整理したいんです。これワインクーラーなんですけども、ワインクーラーとか使ったことがないんですよね。だったので、もう一個買い足しました。メイドインジャパン、洗ってから使いたいと思います。とりあえず紹介、あとね、キッチンの整理する動画を作りたいと思います。キッチングッズ買いました報告でした。洗います。よいしょ、大きい白菜もいただきました。で、ちょっとベーコンが残ってるんで、ベーコンと白菜で簡単なお惣菜作ります。味付けはコンソメとクレイジーソルトでいいかな。でもいいんですけど、ちょこっと入れます。おいしい。おいしくできました。よいしょよいしょ、じゃこんなもんかな。はい、今夜の父ちゃんの晩ご飯はカツオのたたきで、かぼちゃとこんにゃくの煮物、白菜とベーコンの煮物、今ばかり味噌汁、ご飯、以上。父ちゃん晩ご飯どうぞ。かぼちゃ食べてや、かぼちゃ食べたら風邪ひかへんねんで。川本農場のかぼちゃちょっと崩れた。今日の晩酌3点セットは和食。お疲れ様でした。乾杯。うん、疲れた。ちょっとね、生協で安かったカツのたたき、なんか季節外れなんですけど、安かったので買っちゃいました。ちょっとオニオンスライスと一緒にいただきます。
値段の割には美味しいかな。ちょっと煮崩れしたかぼちゃ、ね、見栄えは悪いけどめっちゃ美味しいねこれ、うん、鶏肉とか一緒に入れてもね良かったんですけど、今日はヘルシーにこんにゃくです、うん、おいしい。お父ちゃんかぼちゃ苦手でしたけど食べてましたね、無言で無言で、うん、白菜は大量消費です。豚バラでも美味しいよね、ミルフィーユみたいな形で煮込んでも美味しいです。牛乳入れてクリーム煮みたいにしてもいいかな、うんうん、これから寒さが本格的になります。皆様お体を気をつけてお過ごしください。お疲れ様でした。また来週。